痩せた痩せた。ガリガリアン、渡辺直美眉なしヌーディーメイクで印象がらり。ニュージーンズかと思った。タレントの渡辺直美、35が17日までにインスタグラムを更新。パリで行われたアディダス主催のイベントに参加した際のショットを公開した。この日、渡辺は、 アットマークアディダソリギナスかけるアットマークマンクラーチョ激ツのこちらのコラボはもうチェックしました私はお先にパリで行われたイベントにアディダスジャパン代表で行ってきましたと綴り、アディダスとモンクレールのコラボアイテムと共に魅力的なポーズを見せる様子を披露。黒のチェック柄が印象的な光沢感のあるワンピースが、 とても会場の雰囲気に調和していて、ゴージャスな感じな印象の渡辺。続けて、シューズの形の植木鉢に盆栽する体験もしたけど、一人だけ苦戦してたみんなうまかった顔文字笑い。日本人として盆栽勉強します。デザイナーのサレーベンバリーさんと、とコメントし、存在感をアピールした渡辺。